자, 이어서 가야죠. 갑니다. 私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから、運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。말 잘한다. そうはさせるもんか、ベジータ。やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあ、やれやるんだ。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。太陽神を片付けてしまうんだよ。さあ、ベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になってたまるか。体と心は支配されても、誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうこともできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしても、あいつの務めはエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて、魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては、面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。ようこそ。바로 이곳으로? 베지터. 아네, 오공아. 오공아, 너가 안될것 같다, 야, 레벨이. 신기술 배울 수 있네? 궁극이냐? 여기도 있어. 뭐야, 다음 거. 용권. 용권은 필수지. 용권 배우고 오겠네. 기다리게, 베지터. 딱 기다려. 너딱 기다려. 용권 배우고 올 거야. 얘들아, 꺼져라. 바쁘다 형, 바쁜 사람이야. 원격이나 쳐먹어. 형은 아주 바쁜 사람이요. 꺼져. 오공아 기가 없구나. 엘리트 전투병? 걔네 엘리트였니? 애기들이 왜 이렇게 많이 알짱거려? 바쁜 사람이라고. 어딨지? 자꾸 날아야 돼서 잘못 찾겠다. 저기 있다. 아!
뒤진다 진짜. 59레벨 주제 감히. 감히 소문량 개 적어. 아, 이런 깜찍한 짓을 해? 아, 저 가는 것 봐. 2만 14로. 아, 뭐 또 있어? 6만밖에 안 줘? 개쓰레기네. 아, 나 장난하나, 씨. 아, 야, 진짜 그만해. 미친놈들아. 가만히 있으면 치료 겁나 빠지는데. 개짓걸 줄래? 야! 어, 좀 근접 공격으로 옆에서 방해를 해, 씨. 개오반데요, 이거? 야, 무슨 원기옥이야? 아 무슨 쌍기옥이야, 이씨. 앵간히 해, 씨. 이야. 꺼져. 오니 씨. 안 와? 어, 저 참 그렇게 많네. 내가 능력을 다는 게 더 빠른 것 같네. 오케이, 오케이. 용건. 아, 너무 많다 너희들. 여기서 아닌 것 같다 아무리 봐도. 우와, 왜 이렇게 돼? 20만인데 빨리 풀어야지.
좋아그렇지뭐지지원격을왜끊어와세네원격원격쳐먹어한번더먹어피했어걸세네원격겁나세네용건이다아용건은이름있는기술이지기대가되는기술이구만 극대원기옥은대체정체가뭐냐너무너무원기옥많은거아니냐영권혹시지금못가는구나다른데로아선도못먹으러가네난가야간나사사도가다죽겠지마가おあつらえ向きのいい場所だそう思わんかカカロットおめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ最高の力で早く終わらせてもらうぞ楽しみだあの世での修行の成果とやらを見せてもらおうさすがだなあの時のご飯以上のパワーくらこりゃ早く終わりそうにはねえな。잠깐타임타임이랬잖아이더러운놈아 어야툰데기본으로해서기가올라간다와용건을쓰고싶다그런거하지말아라용건맞을준비됐느냐야그거아니지와멋있는데야나나잠깐만어야발상아직안한거였냐나용건한번만쓰게해주면안돼몇번을쓰는거야미친놈아빨리빨리빨리용건이다용건이새끼야뭐뭐좀내줘라心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。
아이고바비디는 부의 구슬이 싸움에 휘말리는 것을 피하기 위해 일동을 지상으로 이동시켰다. 地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？もう一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。で、出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこい、出てこいったら魔人ブー。연기잘하는것봐。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。凄まじい気が膨れ上がっている。これは、え、さっき玉のところから出ていた煙が、雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、あいつが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんなやつが。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン！なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。
人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブブーの気が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法ってさあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。あ、毒棒보니까デブラレベル64ね。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。出るかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。서브없고한번나가볼까 선두가없는데못먹네아유오바라뭐배울수있는거있니이게진행된거같은데오반지금슈퍼사이어인2상태가굉장히세네궁극개방이라고한다궁극개방수치는3랑똑같네다배웠어요얘도900만입니다전투력데브라보다거의20레벨정도더높기때문에오반이가몇이냐나베지터레벨은못봤는데녹화를안봐봐야지67이네왜이렇게낮아뭐너무센데나왜이렇게세뭐야오반너무세미쳤어魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー。海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った。こいつ食っちゃおう。ダーブラ。お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前
食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。うわ、素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは…이렇게쉽게죽여ま、魔術が解けたのか。お前たち、こんなとこで何してるんだ。クリリンさんたちこそ今まで何してたの？さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。ん？なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーは。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おう、おう。그로부터몇분전바비디의洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空はこれまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。ベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させる。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。아싸우는장면이없네오공의베지터가 俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。おお、ブーとやらの面を拝みに行くか。2가능。おー、マインベジト상태네요。페지터는레벨업이안됐네오공이랑싸워서내가오공쪽이었으니까겸치못먹어서그래도뭐세니까충분히마인이돼서겸치가들어오는면좋았을텐데와레인보우뭐1200개있어슈퍼사이어인2마스터가됐습니다한번에그리고기술이해방이됐네요두개나해방이됐네요이거밑에도기술이또있긴한데일단두개된거나보자슈퍼빅뱅어택이랑한계돌파갤릭포한계돌파갤릭포기술이냐그게베지터배아뭐마인보배구멍뚫은기술은구현이안돼있나봐전좀몇이야그래서천만십만백만천만어슈퍼사이언된값은계산이안되고그냥기본상태가천백인거네그래서길을올리면이제슈퍼사이언이파워가나온다고이런거겠죠자고도치카라가됐나나레벨높아서그냥다잡겠다야미쳤네빅뱅세방이라고
あ、너무세잖아아찍자어차피잡을건데뭐아그냥그냥가자어차피세방이면죽을텐데아지금이슈퍼2까지된상태구나에이왜저래와두방이야메탈도썩어나겁나겁나부자야와인부찢어지겠는데그냥아예손좀씻고오겠습니다기술등록만하고유산균이랑혈압약좀먹고가겠습니다아체력이좀딸려서혈압이올라갈것같기때문에아물이없네지금아무자비특성이진짜좋다아레카폭발하고등장하는게없네장면이ついでだ。ぶっ壊してやるか。아이렇게하는구나원래 폭발해서나오지않나ブサイクな間抜け面が魔人ブーか貴様よくもご飯を殺しやがったなご飯ブサイクなんだみっともない変な顔ってことだよん怒っちゃったもん俺一人地獄にはいかん貴様らみんな道連れにしてやる와바로투다레벨은68아까보다1높네요오냐뭐하려고그래아씹었고좋아헤다졌어요아웃기지마미친놈아오오오무시무시한녀석이거히트수좀봐한계돌파한번볼까
人ブーも許せんが、一番許せんのは貴様だ、バビディ。あ、わあ。そんな。ママを大切にしろよ。どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。3人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え、抱かせてくれ。え、パパ、なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え、二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方がわかったぜ。やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ。
人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にしてあいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。おい、僕を回復しろ。だとしろ。封じ込められたいのか。はっはー。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない魔人ブーが。ベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だ。야얘는진짜날벼락이다갑자기웃고즐길라그랬는데 상위타선세명다 보내줬잖아 人物の気は感じるが、ベジータの気がねえ。まさかやられちまったんか。あいつが。あ、입모양안맞는것봐。ご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ん？ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れ。되게이성적이다。지아들살해당했을지도모르는데。二人なら。何がどうなったか知ってっかもしんねえぞ。바로마인부한테날아가서참교육을해야지。ピッコロたちは선두만슬쩍해서갖고。神様の神殿か。너무뭔가이상한데쟤아무리생각해도지아들이죽었는데오천한테도너무차갑고말이야지금502가78이군요레벨이상당히높죠물론오바니가더높지만베지타도더높고베지타84로마감인가베지타는한동안안나올거아니야50도당연히안나오겠지만50도지금얼마안남았긴한데또뭐한번은겸씩먹여줄테니까50레벨업을따로시켜둬야되나너무좀부자연스러운데지금
50도 2가 지금 강한 상태가 됐습니다. 레벨업 조금만 시켜둘까? 베지터도 높아야지. 자존심이 있는데. 뭐 이벤트를 통해 줄 것 같긴 한데 좀. 카리탑도 가야 되고요. 내려가자 불로 가겠습니다. 그냥. 너무 다 잡았어. 없어 이제 아예. 서브도 당연히 없을 거 아니야. 너무 서브가 나오더라도 다음에 나오겠구나. 이제 얼마나 들어가니? 6만은 해주자. 솔직히 80 언저리는 돼야지. 양심이 있지. 손오공인데. 하... 너도 좀... 떡상을 해야지. 겸씨 아니면 그냥 할까? 왜냐면 마인부우전까지 경험치 보너스가 안 갈 것 같으니까. 와 근데 경험치 기록은 확실하게 베지터보다 높네요. 약간이지만 레벨 차이가 나는데 훨씬. 이런 생각하면 더 세긴 하다. 얼마 남았냐 버프. 버프는 뭐 이벤트 보면은 시간이 안 가니까 중요하지 않은데. 와. 레인보우 오브 다 젠 됐네. 오공은 덴데에게 상처를 치료받고 크리링 일행에게 현재 상을 들었다. 뭔데ことだ. 고함모 카이호신사마모 베지타마데모 やられちまったなんて. 마진부의 強さは 카이호신사마가 恐れていた 通り 想像を絶するものだ. このまま放っておけば 本当に間違いなく 地球人はおろか 宇宙中の生物は全て消えてなくなる. でもよ、悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう。無理だ。オラには倒せねえ。ベジータとオラとはほとんどは実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやってもマジンブーはへっちゃらだったんだろ。ありが。 こうやっても勝てねえ。そうだな。 くそ。 ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたらまだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でやってもおそらく無理だったろう。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン 融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ。あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり2人が1つに融合することでそれぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい1人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけは。 注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータどちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は2人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。 中で寝ている2人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。
できないのか、フュージョン。いいぞ、ミスタープーポー。その手だ、その手があった。ピクロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえ。よし、いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただし、トランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。여기서5000솔직히싸우는것도못봤는데어떻게알아저퓨전하면이길수있는지없는지를지구それは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅本편에서는무도대회라도봤지。おめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。これをシェンロンが出るんか。ドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろう。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。이런것도편하게오공시점일것같다。그치、悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていた。근데이거살려놓으면은지금살아난사람들은지구부서진다음에못살아나는거아니야。なんとか止めることができた。シェンロンは消え、두분못살리잖아。ドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。그것도업그레이드가되나또そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか、信じられん。海王神様、一体何が。およし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。え、絶対に孫悟飯さんを死なせてはいけません。ん、これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった、キビト、悟飯さんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、カイ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 。あれ、ここは海王神界。순간이동하면서회복했나?바로일어나네。가요신사마노?본래이가요신카이와인간가오로카감야가요오데스라고래나이세이키나노다도아오타쿠와다시가진다하즈자이키카에레룬데스카?야소데와나이私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。あの、
なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん？Z ソード？お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私は愚か、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。とにかく試しに行ってみましょう。その服装、この聖域にはふさわしくないな。아5번복장또바뀌네야진짜많다5번복장은5반이야이거아50은뭐복장이하나밖에없는데걔는슈퍼사이어인변신것만있고서브있냐아5반레벨좀봐로반은이미부를찢어발길준비가됐어더이상강해질필요가없어요얘는레벨상이거풀리면한번에다풀리겠다 다찍어놨고이것도할게없는데900만이야기본파워는근데당연히없겠지만제토소도この剣が Z ソードです。はあ、引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。この、Z ソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。本当ですか？돈가스먹고싶다돈가스소스에다가밥이랑된장국이랑お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。キビト、撫でるの봐라。やってみてください。はあ、よし。ダメだ。びくともしない。시도를너무잠깐한거아니니 그근육질개왕신도이거도전했을까도전을했으면슈퍼사이어인오반이힘이더센거네아경주너무짜다22만이뭐니아세번부딪히면은22만인데24만인데실망이야どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。ジジイ、ベジータが、そんな、僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビリーという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前の。どうなってんだ。여긴대사까지똑같네。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。
カイツタカイツタカイツ、この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ魔人ブー。おい、あの野郎やりやがった。もう一度言うよ、この3匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。ベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ、おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ、パパがあんなやつに。うわー、兄ちゃんが死んじゃった。泣くな、そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。わかったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね、早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫おじさん。いやー、変身なんで。オリジナルで한편을썼는데3어떻게나올까、아、순식간에변하지않겠지。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。아직유지되어있는것같죠？이분이네요。바로가면시작하니까가자。요，貴様は。ちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は
近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。プジョンバ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、しょうがねえな。와연출있다けっけっけ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。なに、これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。와우와완전그터보드상태네지금와잡기모션들어가서그냥씹어버린다그쓰고있는상태인데신기요やるじゃねえか。ほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る。お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。わ、逃げられると思うなよ。倒してしまえ魔人ブー。いいかバビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのかそいつら。けっけっけ、僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。惜しいな。せっかく魔人ブーには
楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された。時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えっから、よく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー。腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ドン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆージョン。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。クロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、ソン君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。これ、しばバリラゴアニャ。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、
絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったらよろしく言っといてやるさ。うん、あの私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早く言えよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあなみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし、悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。よし、うん。え？ああ、いる。わあ、確かにご飯の気を感じぞ。진공이다진짜。이제다풀려야되는거아니야？아까레벨이있구나。와100레벨까지올려야된대。지금2랑3랑똑같은거네그럼？90레벨아니니까？뭐야，부활마인부편부터야？그래，그렇네。아이씨못쓰네，레벨때문에못쓰는게그냥못쓰는거네。와，레벨90을찍어야쓴다고？오빠들이랑대련도해라。좀레벨업좀하자동아。어？어？お父さん。なんでおめえその格好。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女王さんも。お父さんこそ。なんでここへ。ああ、そうですか、魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしても、そいつがさっき話してた伝説の剣か、すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。대련으로시험해보자。경험치먹게。きっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。いきますよ。Z ソードが
最強の剣が。海王神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力を持つことができると。へへ、違いますよだ。あれ？なんだ？あのじいちゃん。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の？海王神様。昔、わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつにあの剣に封じ込められてたんだな。本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。まあへんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないよ。冗談だってば。せー、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。ほんとか。ほんとだな。あ、ばっちりさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーしごはん、オラも下界には行けねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。わあ、ちっちゃ軽石だ。僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか。尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってのはどんな能力なんだ。わしゃよ、隠された力をよ限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ。魔人ブーを倒してこい。ふんふんふん。ふん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 。へいへい。ふんふん。ゴー、ゴー。ふんふんふん。イエイ、イエイ。それってどれぐらいかかんだ。儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え？おら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ、始め。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを
を倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高びなやつだけど大丈夫か。たった一日余りの魔人ブーの攻撃でこの地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たずことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り向かっていく者すらいなくなってしまった。혹시퓨전도변신팔레트들어가나。残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士、そう腐敗神話を誇る最強の戦士ミスター・サタンがついに動き始めたのである。あーる、あれが魔人ブーの家か。いるのかな魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな、帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー、こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキッ。食べたぞバカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え、人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え、どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ、ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですかその犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、雪切れてんで、たまんどろんなもね。言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。
それで逃げないんですよ。ね、なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。うん、なんだこいつ。逃げない。怪我治ったのに。あはは、そいつ喜んでるんですよ。助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。え、あ、ええ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あ、あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ。やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあ。じゃあやめた。え、もう誰も殺さないの。うん、どこも壊さない。うん、やったぞ。잘했구만. 야, 우리 오래와 애유다. 어, 진짜로. 진짜 만들었어 얘네를. 와, 얘네 3D로 처음 봐. 고고, 아짱, 고노 아타리ですよ. 마진부의 이에가. 난다, 비크ついているのか. 도ってことないって言ってるだろ. 第一, 強盗に 殺人に. 散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。外したか。強い怒りによって、内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、
もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ちょ、チョコに、チョコにしてやる。8차주름 また 変なのになった。 どうなってるんだ。 まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え、奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって、しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えてな。起こせ。俺待つの嫌い。クソ、火が燃えん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ。お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。地球人みんな殺した。さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。わかった。だが今その選手は寝ている。
戦いの準備をする時間だけくれ。いやだ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。그런말안했는데요え？本当だ。サタンと匂い似ている。よし、待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして、精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でも、あそこなら数日分は修行できる。ああ。ゴテンたちが修行するため、わずかな時間をなんとか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロはゴテンたちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー。ビュー。ジャンプ。와바로전하네오휴전전의아토でも슈퍼사이야진이나れる노가오야오네개나있어변신팔레트는없네연사오데미지아닌가요어어어이거끊을수있어기술끊을수있어대박이야네어정지가안들어간다아왜이렇게선들레가길어이씨그리고여기봄이랑뭔저런기술아그그거네오고오반한테자폭할때그거네에너지파는맞잖아그냥안먹어어끊어끊어못끊었어어디까지쏠거야끊어끊어아씨죽이자예이69大丈夫なのか。それとも他にも大技が。クククあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。あ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。
貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお菓子は？ここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ。バカバカバカ。二度と戻せるか。バカ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 。そんなのいやだ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな、信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けなかった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。あダメだ。針の先ほどの穴も開かない。チェ、しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う。じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前、それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。完全に怒った。
오, 레벨 똑같네. 71이구나. 변신. 여기 너무 없다 근데. 씹었고. 또 씹었고. 와, 그냥 씹고. 아, 고스트 못 쓰겠다. 아, 얘 기술 너무 약하다. 에너지퍼가 짱인데 그냥? 씹었고. 精神的に少し弱ってきている。今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうからなのだ。あ、あれ。その頃、海王深海のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていた。やべえ、戻っちまいやがった。じいちゃんの海王神様、早くしてくれ。チビたちのフュージョンがパワーダウンしちまった。本当ですか、お父さん。ああ、あれじゃ殺される。よし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。完成してる。なんでもっと早くに教えてくれなかったんですか。バカたり、ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。大変だ。だったら急がなきゃ。どうやったらその最強の戦士になれるんですか。パルプドブル떠는것봐。お前よくスーパーなんとかに変身するじゃろ。あの要領じゃ。気合を込めればいい。スーパーサイヤ人の要領ですね。わかりました。はあ。すごい。すごいですよ、お父さん。本当だ。本当にすんげえや。뭐가대단한건데하얗게지키게取り返しのつかないことになってしまいます。素晴らしい救世主を送るのは私に任せてください。すまねえな、ごはん。ほら、行きたくてももう無理なんだ。見たかったな、近くで。おめえがでっかくなったとこよ、お父さん。これでもごはんに会うことはねえ。おめえがあの世に来るまではな。頑張れ、魔人ブをぶっ飛ばしてこい。はい。ルル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 ル。バンバババンバババン。では。はい、キビトさん、お父さんと同じ服にしてほしいんです。なるほど。お安い御用だ。
山吹色ですけど。うん、バッチリ。ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王深海で偉大なる戦士の勝利を願っておる。さよなら。빨리가。よし、行くか。천만경험치?와끝났다오번이경험치미쳤다아이고궁극개방기술이거는잘찍을수있겠네요경험치너무많아서서브는없고요표정에자신감넘치는것봐킹반100레벨이잖아저거는어?되네?제한이없네요90레벨이야90레벨미쳤어부활한마인부편지금이그걸넘어선시기가아니야부활했잖아진작에또부활해어디아이템먹고갑시다이제하나씩좀매겨주죠할까?야!아!드로고텐트랑크스군피클상やってくれ와그럼여기서끊어야되거든요 시간상갑시다種類が違う。あ、甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやテンデたちもか。そうだよ。僕たちでみんなだよ。美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。いや、違う。感じるぞ。かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。
레벨 겁나 높은데 나 20 차이야 변신 상태지 와 와 기술도 내가 만들어놓은 기술도 너무 배치 좋은데? 勝てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ、あの野郎。ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまっては、ドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。いや、他にもかすかに誰かの気が。わあ、ピコロ57いや。여기까지하죠。재밌었습니다。야너무너무레벨업많이했다。40차이난다거의。서브가하나있네요。제베맨이날뛰고있다。어째선지제베맨이날뛰고있다。와미쳤다。너무높다레벨。재밌었습니다。다음에키면아마1시간정도 ?1 시간에서2시간정도면엔딩까지갈것같네요。내일이어서가는걸로하죠。수고하셨습니다。뿅